ねえ、ちょっと話、お前これ誰？お前これ誰だよ？お前浮気してんだろ。そこ座れ。早く。正座だよ。早くしろよ。これ誰？俺の知らない人だよね。聞こえねえよ。ねえ、あのさ、誰って聞いてるんだけど。バイト先の先輩ね。あとは？こいつと会ってるだろ、お前。バイト先の先輩とバイト以外で会ってんだろ、お前。なんか言えよ、お前。俺もう疲れてるんだよ。早くしてほしいんだけど。違うって何？違うんだったらお前それ何？これ。お前こいつとホテル行った？ お前この間帰ってきた時、タバコの匂いしてたんだよ。こいつタバコ吸うの？バイトの帰りにホテル行って、お前タバコの匂いつけられてきたんだ。バレバレなんだよ、お前。なんか写真あげてんじゃん。何これ、手つないでる写真。黙ってないで何か言えよ、お前。 何泣きそうになってんの？俺が悪いみたいじゃん。お前自分のさ、してること分かってんの？お前責められるようなことしてんだよ。ごめんなさい。浮気すんならバレないようにやれよ。それで、どこまでしたんだよ。え？じゃなくて、どこまでやったんだよ。ホテル行ったってことは、何してたの？中で。全部したんだろ？否定しないんだ。ねえ、俺よりもうまかった？どういうふうにしてもらったの？優しくしてもらった？それとも激しかった？へえ、そんな顔するんだ。俺はいつもお前に優しくしてるんだけど、もしかして強引な方が好きなの？
なんで泣いてるの？ねえ、お前俺よりさ、あいつの方が好きなんじゃないの？ねえ、俺の方が好きだよね。答えろよ。はいじゃねえよ。いいよ、もう正座は。足崩して、早く。かつくわ。今からお前にお仕置きするから全部脱げ。